こんにちは。個性的な物件を紹介する、ゆっくり不動産です。今回は板橋区にやってきました。またまた面白い物件を見つけてしまいましたよ。借りる前に泊まれる物件があるんだとか。確かに実際に住んでみると、良くも悪くも内見では気づかなかったギャップが見つかったりしますよね。しかも、ゆっくり不動産で紹介するからには、間取りもデザインも変わった物件なので、泊まれるというのは嬉しい話です。はい、着きました。真ん中の階段で建物が2つに分かれていますね。早速種明かしとなりますが、実はこの建物、宿泊施設としてもともと作られたそうです。これまでは宿泊専用で運営されてきたのですが、コロナにより外国人旅行者ニーズが減ったため、賃貸物件へと変化する最中なのです。という理由で、室内には泊まれる設備が整っているのです。まさにコロナが生んだ変わり種物件。こちらがホテルのフロントです。部屋には洗濯機があるので、乾燥機を使いたい方向けに乾燥機が設置されています。遠隔での無人チェックイン機能を備えています。これは建物マップですね。なるほど、階段の奥には C という3つ目の建物もあるようです。こういった形で宿泊施設として運用されてきたわけですが、今このタイミングでは、一部屋ずつ長期で住む形に変化していっているのです。実は今回、オーナー兼設計士さんからその裏話を伺うことができました。不動産屋的な視点でとても面白いのは、この建物が4年前に新築された当時から、時代の変化に合わせて、ホテルでも賃貸住宅でも使えるように設計されている点です。ホテルと住宅は求められるルールが異なるので、どちらでも使える設計というのは大変なのですが、将来は賃貸物件にするべき時代が来るかもしれない、と思って、工夫して作ったらコロナショックが訪れてびっくり。オーナーさんの想像をはるかに上回って、早くも賃貸住宅に変化するタイミングが来てしまったのだとか。いや本当に先見の明がありますね。ということで、今回は3部屋を内見していきます。宿泊施設としてのコンセプトは、友人数人で一緒に泊まれる空間だそうで、賃貸物件的な説明をすると、すべてロフト付きのワンルームになるそうです。まずはこちらが最初のお部屋です。おお。ホテルと思って入ってみると、意外にもしっかり住宅っぽい玄関部分。そして玄関脇にはシューズクローゼットではなく洗濯機。ホテルと住宅のハイブリッドということで、珍しい光景ですね。ちなみに家具や家電は借りるときに欲しいものは残しておき、不要なものは撤去することもできるそうです。こちらは、水回りですね。日本人向けのビジネスホテルも住宅も、いわゆる既製品の3点ユニットバスが多いですが、ここはどこか海外っぽいオリジナル仕様。階段を半分ほど上がると、キッチンと居室部分です。キッチンから見ていきましょう。コンパクトなサイズ感。ホテルとしては十分。というか普通キッチンありませんからね。住宅としてはコンパクトなので、がっつり料理したい人には向かないでしょう。コンロは IH を使うときに引っ張り出すタイプですね。一応家電も一通り揃っています。冷蔵庫は住む場合にはもう少し大きいものを買うのが良さそう。こちらは居室スペース。今はベッドになっていますが、住む場合にはソファーに変身する感じでしょうか。そして部屋の反対側には、奥にロフトがありますね。なるほど。水回りの上がロフトになっているんですね。あ、このロフトははしごもたった4段だし、使いやすそう。普段のロフト物件は片手で撮影しながら登るときに恐怖を感じますが、ここは全く問題なし。部屋は16平米しかないのですが、ロフトを入れると約20平米になり、それぞれは狭いけど、しっかり寝る空間、そして LDK の各用途で分けることができそうです。住む場合には、荷物が少なく、料理をあまりしない一人暮らしに良さそうです。そういえば、このベッドは、使い方によってはソファーになったり、引き出すと2人寝れるベッドになるようです。ホテルだと友人同士なら最大4人は泊まれそうなので、カプセルホテルの価格帯と比較して、個室感のあるこの施設を選ぶ旅行者が多かったのだとか。以上、こちらが1つ目の部屋でした。こちらが間取りです。
残り2部屋は、設備は同じだけど、間取りはまた変わっているそうなので、見比べていきたいと思います。こちらが2つ目の部屋。早速入ってみましょう。玄関ドアの癖がすごい。おお、さっきの部屋と全然違いますね。天井高。玄関スペースも広め。そしてダイニングスペースもしっかりありますね。天井が高い分、ロフトはしっかりはしごスタイル。覚悟を持って登る必要があるタイプです。これは好みが分かれそうですね。自分が一人暮らしするんだったらどれがいいかなぁ、なんて考えるのが楽しくなります。あ、もちろん荷物は最小限に、料理もあまりしない前提ですよ。ロフト下のベッドは、住む場合にはソファーに変更ですね。洗濯機の場所、ここです。癖がすごい。これは、この物件の特徴と言ってもいいかもしれません。次の部屋も洗濯機のポジショニングが楽しみになってきましたよ。キッチンの設備は先ほどと同じですね。冷蔵庫は大きめにするなら洗濯機の横でしょうか。水回りは？こちらも先ほどと同じスタイル。あ、若干さっきより洗面台が大きい気がします。なんか間違い探しみたいです。この部屋の最大の良さは、やっぱり玄関前のこの天井の高さと大きな窓。シーリングファンもあっていい感じです。逆にネックになるとすれば、このはしごの乗り降りでしょうか。ロフト上には、クイーンサイズベッドも置けるスペース。降りる時の怖さは多少ありますね。まあこれが割と一般的なロフトのはしごだとは思うんですが。こちらが間取りです。間取りで見ても正直差がよくわからないですね。立体間取りはやっぱり動画がわかりやすい気がします。さあ、いよいよ最後です。こちらは建物の裏から入るアプローチ。先ほどの2部屋と比べて少し小さめだそうです。むむむ。これはまた全然違う間取りですね。洗濯機はここ。いや、どの部屋も洗濯機の存在感が強めなポジショニングですね。キッチンはさらにコンパクト。だけどシンクはなぜかちょっと大きめ。居室部分は？なるほど、普通にソファ置けますね。水回りは？同じ仕様だけど、またちょっとレイアウトが変わってます。これだけ全部屋レイアウトが違うと、設計は大変そうです。選ぶ側からすると、選択肢がたくさんあって嬉しいですけどね。なんじゃこりゃあ。ロフトというか、箱が浮いている。そしてはしごはついに垂直。これは、
カメラ持って登れるのだろうか。よし。無理。はい、片手では普通に無理でした。ちゃんと両手で登りましょう。ロフト上からの眺めはこんな感じ。なかなかスリリングではあります。ということで、現場からは以上です。こちらが間取りです。確かにちょっと小さめ。以上、3部屋のご紹介でした。広さや募集条件も少しずつ違うので、好みは分かれそうですね。時代の変化に合わせてフレキシブルに変化するハイブリッド物件、いかがでしたでしょうか？徐々に賃貸物件へと変わっていき、最終的にはフロントだった部分も部屋にする予定なんだとか。ちょっとマニアックな話なんですが、この建物が3棟に分かれていて、将来的に1棟ずつオーナーが変わるようなこともできる作りになっているのも、不動産屋的には、むむむ、と感心するアイデアでした。ご協力いただいたビーフンデザインさん、ありがとうございました。次回も変わった物件の内見をしていきますよ。お楽しみに。チャンネル登録してね。してね。グッドボタンもしてね。